群馬テレビ株式会社は群馬県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は GTV。愛称は g o o t e l e 本社は群馬県前橋市にある。コールサインはジョンル DTV。現在のキャッチフレーズはポチッと、グン、テレ。同局のマスコットの名前はポチッとくん。 群馬県内が主な市長エリアとなっている。関東地方発の独立テレビ放送局として開局した。これは60年代に民放中派放送局の開局を断念した経緯からテレビ周波数割当て及び免許申請の一本化に、際して県政財界が一丸となって働きかけを行ったことが影響している。資金面では群馬銀行の果たした役割が大きく、 会社設立後間もなくの増資は、会社設立から開局まで初代社長を務めた、諸田光一の功績によるところが大きい。歴代社長は、主要株主である、群馬銀行出身者が務め、群馬県職員 OB も、常勤役員に就任している。かつて地元市の工芸新聞と共に、読売新聞の文字ニュースを流したり、開局25周年記念自主制作ドラマに、 読売ジャイアンツ、長島茂雄監督が参加したりするなど、読売新聞社との関係が深い。高校サッカー中継への参加は、関東など、他の独立放送局でも行われていることがあり、昭和天皇崩御に際しての NNN ネット受けについては、当時の関東圏の独立放送局が NNS へ、オブザーバー加盟していたことがその理由となっている。2020年現在、 関東の独立局では唯一開局当初からの局名ロゴを使用している。また全ての民放テレビ局において最も早く放送を終了するつぼねでもあるが、2020年12月現在、放送終了後から開始までの間、ミッドナイトウェザーとして、週夜で気象情報を放送している。企業、団体は当時の名称。出展。 1978年3月31日から1992年3月31日2003年3月31日、親曲、春菜送信書 19CH、ジョンル DTV 50、509.142857MHz、出力 112W 中継局配信日、時点親曲、春菜送信書 48CH、ジョンル TV、 映像 681.26MHz1kW 音声 685.76MHz250W 中継局 CA1 番号 V は垂直変化報道番組共用ドキュメンタリー番組バラエティ番組アニメワークスペシャル不定期番組基本的に放送番組センターなどの番組や喫局発の過去の番組を放送する例が多いまた 通販番組は特に深夜に多いことがあり、午前、全日帯、プライムタイムは独立放送局の中では比較的少ない。平日23時台は主に地方局制作のバラエティ番組が放送されている。その一方で、中央競馬などのギャンブル、スポーツ中継を除き、これまでマイクロ回線受け同時ネットは非常に少なかったが、2009年4月改編で、 初めてレギュラー番組における同時ネット番組5時に夢中の放送が開始された。かつて群馬テレビのホームページには BBS があり、つぼねや番組への意見が書き込めた。同掲示板においてキー局が放送していない番組のネット、特にバラエティ番組や独立放送局で放送しているアニメ番組のネット要請が見受けられた。そのため、 2004年4月より人気が高かった水曜どうでしょうリターンズや同年10月よりアニメ魂のネットを開始した。その他の UHF アニメの放映はもっぱら放送局の拡大があった時のみであったが2011年4月からは東京メトロポリタンテレビジョン、栃木テレビとの同時放送でアニプレックス制作や A-1 ピクチャーズ制作の 作品を放送する枠が作られた。また近年は制作委員会の移行によって同時放送の時間枠外にて遅れネット放送される作品が増えている。他は旧作のアニメの再放送が多いが2000年代以降の純真作の再放送も行われている。このほか東海テレビ制作昼の帯ドラマ枠で約1年半前に本放送された 放映権切れの作品を平日の13時 -13、30に放送している。緊急時の放送対応及び稀に AC ジャパンの CM が放映されることもある。キャラクターはポチッとくん。顔の部分がテレビのモニターになっている犬。名前の由来はポチッと群馬テレビをつけてほしいと犬の名前でおなじみのポチを合わせたもの。 東京 MX 制作で当局にもネットされている5時に夢中。では番組セットのディスプレイに群馬県のマスコットキャラクター、群馬ちゃんと共にポチットくんのぬいぐるみが飾られている。ありがとうございます。